こんにちは、ベンジです。スーパーリミナルの続きをやっていきます。前回またなんだ、仕掛け人みたい。お、待ってよ、ここ通ってきた道だね。仕掛け人みたいな人が私を見失ってるけど、まあ気にせずガンガン進めよって言われたとこですね。ちょっと下のもんなんか拾ったところで、ここでもう持っていけないからいいや。はい。オペレーターがなんか全然喋んなくなってきたな。もっと喋ってほしいんだけど。うわぁ、上。さすがに上まで行けねえよな。で、ゴミ箱いっぱいあるけど、捨てるもんがない。あ、これも。よし。これを全部やるとどうなるかはちょっと分かってないですけど、これは分かんねえんだよな。よし、進もう。あ、そこ出口ないね。じゃあ上なのか。これ取れないか。取れるもんがあるか、作詞で物が出来上がるか。裏とかね。あ、こっちはぴったりはまってんのに、あっちは隙間がある。いや、意味はないんだろうな。ゴミ箱の中なんもない。あら、何にもない。え、待てよ、隙間空いてたのここだけだな。特に何か意味あるわけではない。月、はい。何、なんか乗ってない。あ、喋ってもらおうか。Hello, my name is Dr. Glenn Pierce. In the event that this elevator does not wake you up, please don't interact with anything that strikes you as psychologically significant, as we will no longer have any way of controlling it. For example, if you see your parents, please punch them in the face as hard as you can and immediately run away. おー、面白いね。なるほど。両親に会ったらぶん殴れと。はまっちゃった。この上のもんは、よし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 。よし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 。よしよし。これで上登れるよ。最終的には、こうかな。これで階段作っていくんだな。うわ、ちっちゃくなっちゃった。間違って外に捨てないようにしないとね。これで、あ、ここ登れるから。あ、ちっちゃくなっちゃう。むずいね。よし、いた。やべ、近くで。そうじゃねえな。うわ、めちゃんこでかい。倒したいの。よしよしよし。いや、あ、嘘だろ、おい。こういうことだったの？あれは月を拾うためだけか。上開いてんのは。えい。
このリンゴを使ったら簡単に上がれるかも。へい。でさらにこれ持ってっか。よいしょ。よいしょ。いや無理だな。いやどうす、いやあっちなんかあるよ。あ、こっから行くのかな。いやでもちょっと行ってみたいね。待てよ、これでなんとか。月ちょっとでかすぎんのか。これさ、分かった、これだけでいけんじゃない。そうだよね。これでどうだ。いやー惜しい。月が大きすぎるか。いった、よし。どっち正解これ。恐ろしいよ。行っちゃいけないか。ここなんかあるよ。入れない。ああ。さてはこっちじゃねえな。これなんだ。なんか出来上がりそうな感じもするけど、なんだろうね。はあ、いやなんかもう達成感でいっぱいです。お、ここの、あ、あ、あー、あー、あー、え、本当に行っちゃいけないとこまで行っちゃったな、これ。落ち続けてるね。あーあーああ。あ、これが本当の月だわ。言ってる場合か。はい。じゃあ、やり直しましょう。どっから？うわ、こっからかい。Can and immediately run away. はい、戻ってきました。あの月からこれを取り出しました。よいしょ。こらバグるわ。うわ、あ、エレベーターって言ってたのこれ。 Don't get lost。 なんかその出口の標識に従えって言ってたもんね。え、なんかエレベーターが火事になる。 Don't meet sister in law。 レギュラーパーソン3-5 ドリームズパーナイト。あの訳せたら訳しておきます。これ押すの忘れた。よし、なんか物持ってく？一番使えるリンゴかな。よいしょ。
リンゴ結構重宝してるからね。上に登るのにね。ああ、あ、夢から覚める？いや、このロードのバーがさ、ああ、目が覚めました。1時間経った。あ、同じ部屋。え？ループしちゃう？よし。あれ？よし、壊れたな。はい。どうだ？違うかな？違うね。This is an automated message for all patients who attempted to use an alternate pathway to access the next phase of Somnasculpt therapy, but who have become trapped in a dream state paradox instead. Your decisions imply a failure of orientation, which reflects negatively on the standard orientation protocol. You will rectify this failure immediately. 何？落ちてくる？え、なんだろうね、今の。何だったの？あの標識。あ、防音室。上に行くんだな。上行くんだけど、あ、ダイス。あ、電気回路。うわ、このカレンダーはやめた方がいいよ。頭おかしくなっちゃうよ。部屋の作り方ある？このパイプ通すためにそこ開けてるってこと？まあいいや、好きにしろ。いや、でかすぎるわ。あ、これくらいでしょ。うい、あ、枕で、なんかさっき言ってたのは、その俺変なことしすぎてて、なんかタイムパラドックス、タイムじゃねえか、パラドックスに陥ってるからやべえぞっていう言われたんだよね。ただそれは勝手に直してくれるから俺が気に病むことはないと。なんかこれ変じゃない？変だよね。よいしょ、持ってこう、変なダイス。お、うう、落ちるぞって書いてる。ああ、こっちまで来てどうすればいいか分かんない人にヒントか。ああ、 Don't cross、 通るな。ああ、これ持ってっか、これが使いやすそう。あ、全部持ってこう。はい、うひゃー、うひゃー、素敵。うん、これ持ってこう。あれ、戻ってきた。Tip, the average adult can only withstand 3 to 5 dreams per night. Once this threshold is eclipsed by entering more dreams, your mind will suffer an explosive mental overload, reorienting you for the emergency exit protocol. Please subject yourself to explosive mental overload. うわ、
なるほど。今何個目夢？二つ目？二つ目かな。これ以上はダメ。あれ、爆発しない。よし。まあいいか。はい。上行けだな、まず。なんかさ、なんかさ、すごい形してんだけど。え？これで終わり？そんなはずがあるか。あ、非常口、そっち。この駒取れたりしねえかな。え、本当にそれだけ？まあいいや。はい。うわあ。そうか、これをやるためにあのぐにゃぐにゃ状態を見せてたってことか。逆パターンね。持ってない。ぐにゃぐにゃのやつ、いやでもさ、そのお、リンゴ、あ、取れない。ぐにゃぐにゃ状態を錯視で見たら取れる場合と取れない場合があるよね。あ、非常口、非常口プロトコルに入ってるから非常口に従っていけばいいはずなんだけど、それ、はあ、なんですかそれ。なるほどね、そういうのもあんのね。うわっよいしょ。まあ、非常口。これで俺は精神に。Please note that a reluctance to volunteer for the risks associated with explosive mental overload implies a misunderstanding of all other solutions, all of which are far more traumatic and likelier to result in catastrophe. I am not capable of suboptimal suggestions. Please exit this dream as soon as possible. OK、わかった。わあ、現場猫。本当にこういうことね、本当にやる業者とかいるんですよ。あ、アヒルちゃん。ちょっとちょっと。あ。音が。楽しい。乗った。あの上なんもねえよ。うわー、壊しちゃった。あ、壊してもいいよ別に。これでいいじゃん。はい。ああ、記念に1個持ってっか。ダメだ。あ、今度普通じゃん。うぅ。一個捨てるか。はい。でも、そんなのは別になんてことはねえよ。え。これくらいかな。せっかくだから階段にするか。1個もらおう。よいしょ。あ、
ああ、そこが非常口だよって言ってるわ。裏には何もないね。これなんだ？何あった？ああ。あれ？うわっ！あ、目覚める。さ、は？箱から生まれた箱太郎になっちゃったよ。これ上行けねえと思うだろう。あ、行けない。あ、またなんか書いた。これはなん、多分あのコレクション要素だな。ここでこれを持たずに降りてたら登れてないからね、今の。非常口マークはないな。デンジャー。普通の注意書きだな。お、おお、来た。テスターズ、ソファー。はあ。これ人の名前だな。名前が書いてるな。名前書いてるとしたら、バッテン書いてる人何なの？死んだの ?You are here. あ？今3段目ってことか。ってこと？ドリームレイヤーズオブザマインド。うん。なるほど。だから3段目なんだな。でも次の段の人死んでない？字が汚いね。うんうんうん。Highly affect dreams. People only dream of ordinary objects. Boring.後で訳して、これで冷めるかな。フィーリングラッキー。うん、エレベーターで目が覚めるみたい。うわ、今度下から来た。どんどん不安にさせてくるね。あ、はい、おはようございます。5時、3時、4時、5時だから3つ目だね。よし、じゃあ、キリがいいから今回はここまでにしましょう。一夢ずつやりたいところだけど、ちょっとなかなか時間的に合わないんで、はい。なんか適当に区切っていきます。ということで、今日はこれで終わります。ご視聴ありがとうございました。いかがだったでしょうか？動画は毎日アップロードしています。チャンネル登録は左上のアイコン、または画面下のチャンネル登録ボタンからお願いします。このゲームの再生リストは右上のサムネイルから飛ぶことができます。チャンネルページでは他にやったゲームがまとめてありますので、よかったら見てください。ではまた明日。